お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは、慶国が捏造した歴史。中国メディアが慶国の歴史観を真っ向から全否定。をお送りします。皆さんは、慶国建国の経緯について知ってますか？2021年3月、中国のメディアが、慶国はどのように建国されたのかという記事をネットに掲載しました。そこでは、慶国の独立は他国の力に頼ったものだ。自ら勝ち取った結果ではない。と報じられています。第二次大戦中だった1943年11月、カイロで行われた会談で、アメリカ、イギリス、中国の3カ国の首脳が、日本の敗戦後に朝鮮半島を独立させることで一致しました。しかし、これにソビエト連邦が反発。自国の東アジアでの権利取り益を守るために、朝鮮半島などに兵士を送り込むと宣言しました。これに対して、アメリカは、朝鮮半島をソビエト連邦に独占させまいと、北緯38度を境界として、アメリカとソビエトの両国で分割して治めるよう提案をしました。これにソビエト連邦が同意したため、朝鮮半島は南北に分かれることとなります。しかし、朝鮮半島の南北それぞれの民衆はこれに反対しました。そして、その後はアメリカとソビエト連邦がイデオロギーで対立し、冷戦へとエスカレートしていくこととなります。ただ、アメリカとソビエトが朝鮮半島を直接統治することはありませんでした。で、ここからが、慶国の建国への流れとなります。1946年5月10日、アメリカ側の主導により、南朝鮮で憲法制定会議が開かれました。イ・スンマンが大統領に選ばれ、この年の8月15日に大慶民国が樹立されます。これに対して、ソビエト連邦側も、9月9日に、キム・イルソンによる北朝鮮人民共和国の設立を支援。その後、1950年6月25日に朝鮮戦争が始まります。これは、北朝鮮が事実上の国境線と化していた38度線を越えて、慶国に侵略を仕掛けたことによって勃発しました。そして、アメリカは、慶国を支援し、朝鮮半島に出兵。一時失われた慶国の領土を取り戻した上で、中国の国境付近まで攻め込みました。これに対し、危機感を持った中国が北朝鮮を支援。アメリカ軍を38度線まで撤退させ、1953年の7月27日に休戦協定が結ばれました。中国のネット記事では、この歴史の流れを説明し、慶国の独立と解放は、他国の力に頼って実現したものであり、自らの努力で苦労して勝ち取った結果ではない。と書いています。つまり、中国が慶国の歴史観を全否定しているということなのです。そして、さらにこうも書いています。もし、自ら独立を勝ち取った国であるのなら、自分たちが選んだ人物をリーダーとする政府ができるのが普通だ。自分たちで独立したというのは無理がある。と、このように、慶国に対して、厳しい物言いの記事を、中国のメディアが報じたのです。慶国人は、自分たちの力で独立したと思い込んでおり、独立記念日まで祝っている国です。なので、中国から、歴史が間違っていると指摘されるのは、かなり屈辱的なことでしょう。近年、特に、中国メディアが、慶国の歴史は誤りと書くような記事が目立ちます。これは、キムチは慶国のものだとか、チマチョゴリは、慶国の伝統的な民族衣装だなど、ことあるごとに、文化の発祥は慶国にあると、慶国が中国に噛みつき、両国間でトラブルが発生しているということが、一つの原因となっています。というのも、中国からすれば、慶国は中国の属国だという意識を持っているからです。その文化のほとんどは中国から慶国に伝わって、
渓谷の文化として定着したという認識です。中国は渓谷の何もかも自分たちで作り上げてきて、自分たちで成し遂げてきたという思い上がった態度に嫌気がさしているんです。そこで中国のメディアが根本的に渓谷の歴史認識が間違っていることを教えてあげようと、渓谷人にとっては厳しい記事を掲載しているんでしょうね。実はこれは渓谷政府としては一番触れられたくない歴史の真実です。渓谷政府はこれまで自国民に日本と戦ってそれに打ち勝って独立したというデタラメな歴史を刷り込んできたからです。渓谷国民はいわゆる棚からぼた餅で独立を手に入れた、その事実を知らないのです。そもそも日本と渓谷はお互いに戦ったことすらありません。日本が渓谷を占領していたわけでもありません。しかし渓谷が独立したという歴史を作るためには、日本は渓谷の敵でなければなりませんでした。そして自分たちは自分たちの力で日本から独立したという嘘の歴史、出まかせの歴史を真実に仕立て上げるために反日教育を徹底させたのです。この虚飾の歴史で渓谷国民は自分たちのプライドを保っているわけです。だから反日運動をやめるわけにはいきません。真実の歴史を直視するわけにはいかないのです。侵略国家である日本は悪の塊で、原爆投下は日本に与えられた天罰。日本人はこの先もずっと渓谷人に土下座して謝り続けなければいけないと、あちらの国の人は本気で思っています。デタラメな歴史を刷り込まれたせいで、ずっと一生日本を恨み続けて生きていくしかないということを考えると、ちょっとかわいそうに思えてきますね。こうした感情を教育だけではなく、マスコミを通して国民全体で共有しているため、この歪曲された歴史に異を唱えることすら許しません。そしてこの歴史は今や渓谷国民のプライドを保つためだけに使われているのではなく、渓谷政府による支持率を得るためや、慰安婦支援団体といった金儲けの集団によっても利用されています。そのせいで日本と渓谷の関係がさらに悪化してしまっているのです。狂気に満ちた思想が自国を破滅に追いやっているわけです。まあでも自分で蒔いた種は自分で解決して拾ってもらうしかありません。頑張ってください。この状況を改善させるには、まず渓谷の誤った歴史観の修正が必要です。2020年には渓谷人の学者によって反日種族主義という本が出版され、これが渓谷内でベストセラーになりました。またアメリカハーバード大学の教授が渓谷の歴史観には誤りがあるという論文を発表し、こちらも話題になりました。しかしこれらの学者たちは渓谷国民によって民族を侮辱していると告発されたり、ひどいバッシングや嫌がらせに遭っています。また渓谷では未だに反日教育が行われています。その中にはあまりに内容がひどすぎて、当事者の渓谷人自身からも渓谷人の日本への嫌悪感情は異常だと批判の声が上がったものさえありました。渓谷の小学生らが反日感情を込めて描いたポスターだったんですが、これをめぐり国内ネットユーザーらの間で賛否両論が巻き起こりました。公開されたポスターの写真には、日本の奴らみんな殺してやるという文言とともに、渓谷が日本を狙って銃を撃つ姿、日照旗に小便をする姿、日照旗を足で踏みつけて刃物でめった切りにする姿などが描かれた絵が写っていました。とあるポスターには悪口とともにちっぱりという単語が使用されていました。このような悪口や結婚まで描写されたポスターをめぐり、ネットユーザーらの反応ははっきりと分かれました。情緒的虐待という側と、大慶民国の国民として誇らしいと褒めたたえる側とで意見が対立したのです。残酷な絵を描く小学生を誇らしいとか、やっぱりお隣さんはもう救いようがないところまで来てしまっているのかもしれません。反対派はこれを今
上手だと思ってネットに載せたのか、こんな絵をどうして小学生が描けるのか、北朝鮮の小学校の子供たちが思想教育を受ける状況が思い浮かぶ。みんな正気ではないと苦言を呈しました。その一方で、日本には違和感書籍のコーナーがある。日本の女子中学生による反感デモの現場は見たことがないのか、どの家の子供なのか、親のしつけが立派だ。この子たちが大きくなって、必ず日本に復讐をしてほしいなどの反応もありました。ここで、慶国の反日教育について、海外から寄せられたコメントをご紹介します。海外の反応。慶国人というのは、こんなに幼稚で馬鹿げた連中なのか？これが現実とは信じらんね。慶国人は、全員が人種差別主義者で、黒人や南アジアに住む人々を見下しているんだ。慶国人は、自分たちを優れた人種だと信じ込んでいるんだよ。慶国人は、憎悪に囚われることの危険性に気づくべきだね。日本の穏健派も、そろそろ慶国を見放すよ。反日感情は、慶国人の愛国心の歪んだ形なんだ。一度も独立をしたことがないし、アメリカの傀儡国として作られた国でもあるから、本当の愛国心なんて知らない連中なんだよ。慶国は反日を続けているけど、日本の後ろ盾がなかったら何もできない国だよ。慶国人は最悪の人種差別主義者だよ。法王にも生まれ直せって言われていたしね。教育で憎悪を植え付けるって最悪の行為だよ。いかがでしたか？慶国国民は、歪曲された歴史による反日運動が、慶国にとってプライドを維持する唯一の手段であっても、それが、自らの首を絞めていることに気づくべきです。不買運動で、何か変わりましたか？日本製品が買えなくなって、不自由な思いをしただけじゃないですか？国防に関しても、戦闘機 F-35 のメンテナンス、反日運動のせいで日本に頼めなくて困っているんじゃないですか？自国で整備できないですもんね。反日を続けることで、外交にも大きく影響して、慶国の経済は悪化する一方です。当チャンネルの感想ですが、慶国は、歴史を感情で語ることは、もうやめていただきたいですね。慶国が、日本との未来を考えるのであれば、まずは、歴史の修正作業から始めなければいけません。勇気のいることだとは思いますが、その愛国心に偽りがないのであれば、できるはずです。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。